がとうございます。はい、うん、寒い、おはようございます。もう寒すぎる。でもまだもう12月入ってすぐ5日しか経って、怖いね。明日本番やし、あー時継ぎのの早いし寒い。はい、そんな時にそんなとこ守ったんや。この角度絶対なんか変な目してた。うん、よし、よいしょ。昨日ね、寝てたら、そのなんていうの、ベッド入って寝転んでたらさ、豆がピョンって飛びついてきて足に、何って思ったらさ、つまなんか普通になんか仰向けか、うん、で寝てたからつま先がさ、ちょっとベッド布団でもちょっとピョって出てたんやんか。あのつま先の形に布団も膨らんでて、そこにめっちゃ飛びついてきて、しかもさ、ちょっと遊ぶだけじゃなくてさ、なんかピョーンってきて足にびっくりした。ほんまにまさかそんな食うと思ってなかった。さ、冬に来たからさね、まめさん、そんなしばらく放置したけど、なんかさ近くに行くんだけど、なでさせてくれへんねん。だから見てた豆のこと。さすぎる。全然ハンドクリームがないと。じゃあ、あそこに行く時計がないのがマジで不便やなって思った。でも猫がさ、ちょっと登るからさ、あの何カーテンの棒に。登るから落ちちゃうよな、怖いから。それはおじちゃん壊れたら壊れて嫌やからさ、今何机に、ね、寝かしてんねんけど、ちょっと見にくい。実生活で一番見やすいところに落ちたからさ、薬もそこ見ちゃうようにしてやったからさ、でっかい時計ないと不便やなと思って。昔の悩み、よく目覚まし時計だけで生きてこいつだなと思って。フェイチーすげえ時計やね。昨日とかマジでギリギリやったもん。なんかそこを通ろうとしてるから、体が当たってめっちゃ落ちそうになってるよ。なんか時計あるのに通ろうとするから、
もう通れるわけないよ。なんか今日迷惑か、まあいいわ。猫近くにおったからなんかかゆいのか。右目が。よし、これでもう OK。まあ、まだ寒いけど、ふう寒い。マジでこの世の中どうなってるんやろうか。寒すぎてさ、もうやばいね。なんか入った。わ、まつげ入ってる。こういうの撮るのちょっと好き。撮れた。ちょっと短いやつや。もうさ、黒目のところにさ、まつげあったらさ、探しにくくてさ、でも、やのに探しにくいし、な、取りにくいからさ、なんか白目のところにあったらさ、そう、多少はさ白目に触れてもさ痛くないからいいけどさ、あと黒目のとこにあったらさ取られへんし、ずっとゴロゴロしてるから、取られへんくてずっとゴロゴロしてるから、いやいや、お会いしようときます、いってらっしゃい、眠ってください。はい、どうしたの、うん、うん、かわいい。ごまちゃんはな、結構なぜさせてくれるようになったんです。まめちゃん全然なぜさせてくれないけど、はい、これはここは猫に触れなから大丈夫。マジで可愛い。自分からすり寄ってくるときあるからさ、まごまちゃんから、うん、めっちゃ撫でてる。可愛すぎる。ちょっとゴロゴロしてる。可愛いね。マミさん誕生日やけどどうしようとか。
がつった。豆ちゃん、豆ちゃんさ、なんかさ、撫でようとしたらさ、遊ぼうとしてるかと思ってさ、めっちゃこうなんかパンチしてくるね。ご商売そんなとこ舐めないで。さらにさ、さっきポインしてる指のこの第一関節の、第一、第二、第一どこや何が落ち着かわからなかった。な、こ手の甲側舐められたら小商売です。なんでな、来年入れの開かれが、ええ、それのやばい、あんたがちゃうのかな。やばいかった、マジでトガちゃんおってくれ、ほんまに毎日通うから。グッズとかも発売されるのかしらね。でもさ、あゆけだいたいさ、だいたいっていうか、じゃあゆけさ、なんかわからへん、平岡がさ、どのアトラクションなんかわからへんけど、と、で、今呪術廻戦かな、やってるやつみたいな感じのやったら、多分ヴィランは自作やと思う。終わった。マメさん、その人形、あの、持ってかないでください。お願いします。さ、何ですか？その、リリシカで持ってかないでください。あなたのじゃないです。かわいいな。マジで、あれさ、サイキちゃんたちと見て。マジで、え、やばいやばいやばい。え、最高みたいな。絶対3人で行こうって。話してます。てんちゃんのね、あやみとね、さいきちゃんでね、キウキのヒロアカ好きメンバー。ほんまに熱かった、あれは。どんななんかさ、そのコラボにしてもさ、いろんなやつあるやんか。スペースファンタジーのあのなんかコラボとか、まあ、今言った呪術廻戦の 4D の映像系のコラボとかさ、8月14日までやってたよな、マジ。トカちゃんの誕生日絶対行こう。ほんまに絶対に至る。8月6やった気がする。何だったっけ ?8 月6やな。あゆみ一時期パスワードで806にしてたもん。もうやめたけど。今はね、まあ、アイミューのバイト中やったけど、今はまあ学校でさ、 iPad とかさ食われたりするじゃないですか。まあ中学校はちゃうかって、そういうのでさ、現列車、あ、そういう系のやったらトガちゃんは出てくるな。赤で出てきたからな。でもどんな感じにするって言うじゃん。その人によっては飛べる飛べない決まるからさ、乗り物ひらがいけんのかな、ひらがスペースファンタジーみたいに乗り物にできる要素、冬は無理。
れやな、進撃の巨人は全然あの馬車飛んどった。女の子に言うと確かにそれめっちゃグインってきとって、まあ、まあいつもあんな感じで。でもなんかもう楽しみすぎる、もうどれでもいい、ほんまにどれでもいいから広がるところもしてくれるのが嬉しすぎる。あれは絶対トカちゃんの誕生日は行く、マジで空いてますより、半年以上後のことだけど、コラボめっちゃ長かったんけど、あり嬉しいです。はい、駆逐してやる、ほんまに駆逐してやるな。一番最初にのコラボちゃうな、あゆみがな進撃の巨人ハマったのが私とヴィランとの激闘がアトラクションとしてない。じゃあ絶対スペアファンタジーやん、嬉しい。てかおいトカちゃん怖い。あひてかトカちゃん女やっぱ、うわ毎日通う毎日通う、ほんまに通う、ほんまにこれは通わないといけない、通わないといけない。はい、じゃあ仕事行ってきます。あ、でらっしゃい、ありがとうございました。これは通わないといけない、ほんまにあかん、ほんまにあかん。え、僕でトカちゃんおらんかった時の絶望感すごいな。いないものと仮定して過ごそう、これから。そうでもいなくてもさ、かっちゃんとかいるわけ。今日変わるかどうか分かるけど、だからある程度は期待しないとか、期待しまくって結果トカチおらんかったらマジで多分ほんまにもう帰るかもしれへんから、ほんまにでもトカチはいない、ショックのあまりなんかもう脳がバグって、もう期待しない、だからいないという想定で考える、物事これから先。でもさ、そんなさトガちゃんいたらさ、その叫び声が別の意味の叫び声になっちゃうよな。怖くてのキャーじゃなくて、可愛すぎてのキャーが聞こえてくる気がする、あゆみが乗ったら。てかみんなさ、推しおる、かっちゃんとかいずくとかさ絶対出るに決まってるやん、そこらへんなんかさ。かっちゃん、いずく、ショート、あのトリオ出るに決まってるから、あそこ好きな人たちが集まってキャーキャー言ってる声聞こえそう。誕生読みます、いきます。13位ケイさん、ありがとうございます。12位ミさん、ありがとうございます。11位ヨシさん、ありがとうございます。10位ナルさん、ありがとうございます。9位ジョーさん、ありがとうございます。8位ライブミントさん、ありがとうございます。7位高松さん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。5位トトニーヤさん、ありがとうございます。4位スノーさん、ありがとうございます。3位なえさん、ありがとうございます。2位ヤモくん、ありがとうございます。そして1位ケンちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。目の前で繰り広げてるとかに体ごと巻き込まれ、ヒーローたちが熱く闘争する気なのがいじめとる、絶対フィスファンタジー、そうなの、体ごと巻き込まれとか絶対スペースファンタジーやん。
だってこれでこれでしょ。じゃあ貞子の次ってことか、ヒロアカが。うわやっとや、ほんまにそろそろ来てくれへんかなって思ってて、でもヒロアカそろそろスペファンとコラボしてほしいなって思ってたらさ、マジでやばい、今年やばいわ。いつからやったっけ、食べちゃいますよね、食べちゃいますよ、本当にね、本当にね、ほんまに溶けちゃいますようにだよ。じゃないと、もうやばい。もう行くよ、行くよ。ヒロアカ自体好きやから行くねんけど。そんな何回も。待って、もしかしたらワンフォール。さっきから。オールフォーワン説も出てきた。オールフォーワンやったっけ？オーバーホールや。あってさ、今さ、9時もオーバーホールなんやんか。コンビニの9時、ちょっと怖いな。待って、オーバー、いやでもオーバーホールでおとかちゃん出てるからな。3月1日、あ、それ3月1や。めっちゃやってるよな、やばい、嬉しいってこと。あー、とかちゃんの誕生日絶対行きますということで、ギフト読みます。はい、ラブレターと結晶ハートだるまハート3つのやつ、チロペンライト、ありがとうございました。皆さんたくさんありがとうございました。はい、とで、まあまあ、ヒロアカはいつかまた3人で行くということで、予定の合う日のね、ゼンちゃんとサキちゃんと、サキちゃんとはもう3人で行こうなって言ってて、またテンちゃんも誘わないとですね。コーナーとヒロアカとモンハン、あ、そう、多分連続で会えちゃう。コナンはあれかな、じゃあ今の呪術廻戦みたいなやつかな、なら嬉しい嬉しい。ではありがとうございました。またあ、確かにイサさん、イサさんね、この好きだもんね。行くのかな、自分もにコナン見たことないからさ、どうしよう、分からへん。ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日はもう7時、明日の7時です。ではありがとうございました。バイバイ。また明日もよろしくお願いします。